こんにちは、かあちゃんです。ちさです。今日の検証動画はちさちゃんが提案してくれました。今日は何ですか？はい、ちょっと前に、だいぶ前にネットで話題になりました。あのコアラのマーチを30分以上振り続けるとまん丸のチョコレートになるっていうのを栄養やろうと思います。コアラのマーチをこうやって30分以上振る、はい、そうです。そうそう、まん丸になる。まん丸になるんですよ。美味しくはなるんですか？まあ味は特に期待しないでください。形が変わる。はい、見たくないです、まん丸のチョコレートの塊。いや別に見たくない、そのままの食べやすそうなんで。いや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 。やりましょう。それなんか以前やったことあるそうですね。はい、以前はこのノーマルタイプのコアラのマーチを振り続け、はい、見事にまん丸にしたんですけど、はい、その時になったの？なりました。え、どんなまん丸？こんなかな、ドロボールみたいになるの？そうです、そうです。うわ、食べたくないな、それみたい。なんか食べたくないな。このまま食べよう。いやー、まあ、今日動画撮るの中止したこのまま食べよう。いやー、ダメです。それコアラのマーチがかわいそうや。まあ確かに。で、今日は2種類買ってきたの。はい、ノーマルタイプは、出来上がりのまん丸が、はい、真っ黒だったんですよ。チョコレート色だったんですけど、ね、あ、じゃあ何、このどちらかというと中に入っているこのチョコレートの色が表に出てきて黒くなったと、はい、まさに泥団子。泥団子でした。なので、で今回あの、はい、こんなものを見つけまして、その中のチョコレートが白くて外側が黒いという、あ、何色になるんかなと思って。そうなんですよ。これを振ったら 何色の丸になるかなと。こっちが濃い茶色とこっちが薄い茶色だろうな。いや、白いのができますよ。白くはならん、チョコだって周り黒いもん。いや、でも、はい、じゃあ今から30分振ります。振ります。でも、私すごい今あの季節はですね、今2月まあ下旬じゃないですか、まあ寒いんですよ、はい、寒いですね。多分その、いろんなことを考えるとですよ、この中でチョコが砕くだけで、はい、またさらに再生されるわけじゃないですか、はい、明らかにチョコレートって温度が大事だと思うんです、うん、君がそのまん丸にしたのは何月？夏でした。やろう。真夏でした。今やっても絶対無理。30分やっても絶対無理。無理ですかね。これ絶対30分後にフォローなってないやんけっつって、冬にやるもんちゃうねっつって終わると思う。いや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 、かわいそうにバラバラになってそのまま食べてあげたらよかったみたいな。そんなかわいそうなことはしません。丸くしましょう。します、できます、きっと。じゃあ頑張って。はい。あれ、いや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 、やっと。はい、私振らないか、はい、30分でしょ、はい、やりましょう。あのおばちゃんなんで腕つると思うんで。私がこうやって振る。最初だけ振るわ。あ、もうぜひぜひ。疲れたら変わってくれる。そうですね。どっち？そっち？私こっちでいい。じゃあ私こっちやります。それでは検証動画、コアラのマーチは30分以上振るとまん丸になる、冬でもできるかな、よーいスタート。スタート。ほんまに振らなあかんの？めっちゃいい。これなかなか冬で、夏やってると多分半袖じゃないですか。ニロニロプルプルプル。まだなってっぽくない？カラカサカサで。これ全然なってないね。そうですね。え？あ、本当だ。ちょっとこう塊っぽくなってきたの。なってきてますね。私まだまだだな。
ですか。わあ。多分ダメですね。これちょっと最悪だ。持ってみる。なんだっけ。あ、こっちもちょっと一つ伸びるじゃん。あ、伸びてきました。さすが。でもまだバラバラいってる。指先に伝わるボール感、あと10分。あ、本当だ。あ、でももうこれもですよね。どうです？でもどうも、こんな埋められてきてるし、そんな技も何もないほどのことしかやってないよ。これはね、これ後使います。いや全然、あ、でも使うよ。ブルルってすごい使うけど、そんなにはあれじゃない。私ドロップ落とすの、回すの遅いし。丸めて食べてさて、まだ30分経ってないんですけど、はい、およそ26分7分ぐらいです。そうですね、もうほぼ30分やりました、はい、なんか感触的になんですけど、玉がいるんですよね。え、塊が、玉がいるんですよね。玉がね、これ分かる人には分かるんです。私は何の真似をしてるか分かる人には分かります。玉の中にがいるんですって言って、分かる人だけ分かって、動画の向こうの分かる人だけ分かってくれたらいいです。気になる。開けます？これね、ましょうか。あの、ちょっと言い訳しますけど、あの振ってる最中にあまりにも箱がボロボロになりまして、うん、多少セロハンテープで補強してあるので、うん、今から開けるときに若干開けにくそうにすると思うんですけど、ご了承ください。ご了承ください。どっちからいきます？ノーマルからいきます？そうしますか？もう同時に開けます？せーの、バーン。行こうか。いや、そうだね。じゃらんじゃらん。これでも別に美味しそうになるわけじゃないやんな。そうですね。箱オープン。昔コアラのお前ってさ、何？あ、怖い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 。これはちょっと危ない。あー、まさかの展開だ。びっくりでしか多分分かってない感触。え、落ちてた方が分かってる。いや、違います違います。やばい？やばいです。大丈夫かな。出てきた袋が来ちゃない。来ちゃない。触ったら
ふわってしたんですよ。ふわってした、はい、いくよ、まだ見てないです。いくよ、いくよ、せーの、出てこない、出てこない、せーのっか、おお、出ないよ。うわー、ちょっとこれ放送って季節もの、あ、やっぱりやっぱりそうなんです。あのこれで買う、あ、それこれスプーン持ってきて食べた方がいいんじゃないこれ。一応見せますね、あのお食事中の方はお食事を見せますけれども、できれば今動画を止めていただいた方がいいと思います。3分後ぐらい先までピッと伸ばして行くよ。これ黒い方です、黒いコアラのマーチ。溶けたんや、溶けましたね、冬やん、暖房効いてるから。あ、でもこっちは OK でね、ですよね。あ、ってことは若干成分が違うんじゃない、ホワイトチョコのが柔らかいかもですね。スプーン持っていた方がいい、はい、持ってきます、いただきます。実食、味変わらへんよ。あ、でも、あ、味ちょっと美味しくなるかも。あら、でも出しちゃいます。あの放送的にアウトです、こっちがだけでしょ。そうですね、でも色がちょっとやっぱ白目、白目、これより若干白目って感じですね、うん、でも茶色の玉とグレーの玉みたいな感じです。そうですね、玉にならなかったんですけど、そうですね、黒いコアラのマーチはやらないでください。あのドロドロになって終わります。ドロドロになります。でもこっちパンに塗って食べたら美味しいじゃん。あ、パンに塗って食べるね。マドレーヌやったら悪いよ。あ、美味しい、味はなんかまろやかになりますよ、うん、意外ちょっとこの発見、あ、味は変わらんまいと思ってた。うん、ソフトクリーム、アイスクリームってさ、硬いまま食べるとあんまり美味しくなくてさ、カップアイスな、ぐるぐるに混ぜてドロッドロにしてから食べる方が美味しいやん、らしいですね。あのアイスクリーム屋さんがそうやって食べてくださいって言ってたんですよ。それと同じ原理で、これ意外と美味しいよ。こっちも行ってみますね。まんまるやわ、ちょっと、あ、終わってたまる。あ、もうちょっと目で楽しんだらええ。いじめてます。我が社ではいじめが。食べたいんですもん。うん、これでもすごいまんまるになるんだね。うん。これ。どんだんご。おいしい。ねえ。いただきます。おいしい。これはこれで、これでもね、ほら、ところどころこういう風にこうやってさ、ほら、あのビスケットの部分が残ってんですよ。でも、美味しくなる度合いは包装不適切物体の方が美味しいです。そうですね、もしかしたらこれ自体が美味しいのかもですね。味はココア&ミルクが美味しいのかもです。ウーマルコみたいな感じです。やめてそれは思ってても言っちゃダメなやつですよ。自分でとこれでもほらあ、違う、あなたはだんだんこれがあのチョコアイスに見えてくる。はい、あ、チョコアイス、チョコですよ。うんうん、味は美味しくなりますね。なりますね。でもこの美味しさになるために30分振りたくはない。そうですね、おすすめはあまりしないですね。あのぶっちゃけスタッフ4人がかりで順番に振ってたんですけど、うん、あんた一人でやったんですか昔。はい、すごいね、一人で頑張りました。本日の検証結果いきます。はい、コアラのマーチは30分振ると本当に丸くなる。なる。でも黒いコアラのマーチを30分振ると放送できなくなる。ということで次回の動画もお楽しみに。楽しみに。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。